石田選手、そして審判、ドキドキのパラリンピック石田選手。
という大学選手、Thank you.
気をつけて避けていってね。はい、気をつけてください。はい。ハハハハ。
さあ、
Thank you.
白のカラーリング、小賀選手。
I think it's better. さあ、プレイスタート。さあ、これからも楽しみですね。さあ、ありがとうございます。第3回目のプレイスタート。では、最初のプレイスタート。では、この選手さんに楽しみが、キャッサープレイスタート。そして、最初のプレイスタート。さあ、これからも楽しみですね。さあ、これで4番手の1番ラップ、そして3番手の1番手勝負。さあ、ここはちょっと出てくる。さあ、ここはちょっフラッカーの両手選手、ダッシュ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 、引っ張ってますね。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 ああ、もう少し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 
俺もね、買ったから。
どうでもいいですね。谷さんに勝ったけど俺も全然言ってたよ。だからほら俺の方が強いけどね。俺の代わりにちょっとマンション行ってくれる？いらねえ。いらねえ。谷さん、勝てばいいで谷さんやる。次負け、次は台湾行くでしょうよ。Thank you.
Thank you.
ハハハハ。
残り2コース、3コース、3コースを取る、残り2コース。はい、通称 OK です。
ただ、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 ただ
マスキングがつかない感じじゃないですか。
塗る順番とか最初に決めていかんといかんでしょ。あんま決めとないの。僕はちょっと剥ぎ忘れとっとこいっぱいあるけど。え、こういうことはすごいこれ以上は。このこういう手でこの緑でいや、これでこういう感じで緑で今悩むときはバラボクあ、でもすごくな全然この人取れてるんだよ。ゴミ箱ないですか。これゴミ箱ですか。止められてるのは嬉しかったです。いや、止められてるエアブラシと思うだからエアブラシで乾くの時間乾くの時間かエアブラシ乾くんですか。乾くんですか。めちゃめちゃ薄みだもんエアブラシああ、タンスクリームめっちゃ薄いから乾くね。俺もこれ5分ぐらいで乾かすけど薄いからすぐあ、でもこっちの方が早く薄いから薄く、薄めになったらエアブラシはあれじゃないですか。ちっちゃい面に薄く塗れるからあ、そっかあの、話じゃないかそれから結局熱くなるんでだからそれをこれだもう軍事のこれそれがタンスなんすかダブルアクションとなんかありますよね。こう引きながらこうですね。どっちがいいんですか。簡単に慣れたらダブルアクションもいいんですか。ギュッギュッを引き出しに行くよ。押し出しに出ながら引いてくる。簡単に張ってくるだけなんだよ。最初に引いて、それが出たこのまま3回はいいですよ。一番大変です。やっとしても最初だけ楽しくて、俺も最初しちゃってるからね。カンストリート本当ですか。一色塗りだったら別にね。一色塗りはもうカンストリートで、まあ、塗ると一人で持っていけばいいけど。カンストリート塗るつもりやから、自分も塗れるから、カンストリートも塗れるから。カンストリート。いろいろこう、細かく塗るやったらもうやるらしい。で、あと、自分のモーター最初からダブルアクション取った方がいい。本当にもう今予約してるんですよ。あ、まだ買っとくよ。今予約してるんですよ。予約してるんですよ。10番ぐらいはいいですよ。どれ買ったって言うの。状態でやる。後ろから先に。